おはこんばんちは、春川龍でございます。信長の野望波動、今回は状態変化についてやっていこうと思います。前回ね、高回転25秒戦法編成ご紹介させていただいたんですけども、その動画のコメントでですね、気づかせていただきました。ほんとね、コメントしていただいた方ほんとありがとうございます。見落としてました。はい、それでは早速行ってみましょう。はい、それではまずですね、状態変化とは何ぞやというところの説明から入ります。こちら北条綱重の、戦法五色備えですね。自身と一門衆含む味方3部隊に結束 10% を付与、対象を含む敵2部隊に2部隊 250% 攻撃と。この戦法の中にあるこの結束ですね、この右下の効果っていうところにあるこの結束、これびっくりマーク押すと内容出てくるんですけど、まあ、戦法の連鎖が発生しやすくなると。まあ、これです。このことを指してますね、状態変化。で、そんな状態変化は何が他にあるかと申しますと、はい、こちら。まあ、強化される状態変化と弱化する状態変化があります。強化の方は、高揚、堅固、結束、見切り、大前。弱化が、小鎮、拘束、強行動揺、混乱、同打ち。まあ、同士打ちですね。はい。になるんですけども、こちら、武将の戦法などによって状態変化が発生することがあります。状態変化は時間経過や一部の戦法によって解除されます。すでに発生している状態変化が再度発生した場合、両者は共存しますが、共存中に効果が発揮されるのは効果が高い方になります。共存していた状態変化のいずれかが解除されると、効果が残っている状態変化で効果量を再設定します。ということが書かれております。僕もね、ちょっと言い訳させてください。ヘルポのね、ここの辺は読んだんですよ。で、結束見て、あ、舞台の戦法連鎖率が発生しやすくなりますしか書いてねえなと。重なるも重なんねえも書いてねえなと思って読み飛ばしてたんですけど、この上の文章に書いてありましたね。申し訳ございません。私、見落としてございました。ということはですね、こちら。高揚、まあ、会心が発生しやすくなるんですけど、高揚 20%、高揚 15%、同時にかけても35% にならないんです。効果が高い方しか発動しないということでございます。なので前回の動画のね、結束も重ね合わせてね、30-40% プラスアルファなるぜ、となるかもねって話をしてたんですけども、ならなかったですね。高い方が優先されて終わりと。で、両者は共存してると書いてありますので、まあ、例えば、高揚 10% アップ、高揚 15% アップが同時にかかると。そうすると15% アップの方が優先してかかると。ただ、先に 15% の方が切れちゃいました。で、10% の効果はまだ残ってますって言ったら、この 10% の方の効果が、発動されると。という感じでございますね。あと、これ弱化にも関わってくるんで、強行かな？パーセンテージの表示がついてるのは。そうだね。強行 3% とか 5% とかあるからね。これも加算されずに効果が高い方だけ出てくるという感じになってますね。なんだ、ということはこれ、高揚重ね掛けの会心部隊編成とかできないな、これ。堅固で勝った方もできないし、結束で戦法連鎖乱舞みたいなのもできないんだ。なるほど。あとちょっと状態変化じゃないんですけど、能力変化も書いてありまして、武将の戦法などにより部隊の能力が強化または弱化することがあります。能力変化は時間経過や一部の戦法によって解除されます。すでに発生している能力変化が再度発生した場合、両者は共存しますが、共存中に効果が発揮されるのは合計した変化量になります。能力変化のセーフ切り替えも含むと。共存していた能力変化のいずれかが解除されると、効果が残っている能力変化で変化量を再計算します。能力の変化量には上限がありますということでございますね。この辺は三口波動と一緒ですね。まあ、戦法で、攻撃プラス 30% アップだと。で、それに加えてさらに攻撃 15% アップ、同時に乗りましたと。この能力アップに関しては合算されます。45% アップになりますね。今みたいに。30% アップと 15% だったら 45% アップされる。で、逆に、敵からデバフ、攻撃マイナス 30% 食らいましたと。そしたら、この 45% 上がってるところから 30% 引かれて、15% になりますよ。という感じですね。なんで、能力アップに関しては差し引きあると。多分、攻撃アップ、防御アップ、武勇アップ、知略アップ。は
破壊アップ、この辺この5つかな、うん、能力変化は。でポイントはここですね。能力の変化量には上限がありますと。例えば武勇アップ 10%、20%、30% をバン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 いっぱいもらいましたと。それでいやすごい、ありえないかもしれないですけど、武勇アップ 300% アップだぜとか考えられるんですけどもね、300% までアップするようなバフがかかってるんだけど、実際は 200% アップまでだよとか、 100% アップまでだよとか、 150% アップまでだよっていう天井が決まってるみたいですね。はい、ヘルプもう一回ちゃんと読み直そう。いらっしゃい。はい、それではガチャの巻やってまいりましょうと。まあ前回同様、欲しいものリスト、欲望リストは変わっておりませんが、まあちょっとこれも欲しいなと思い出したのが、まあ武田信玄ですね。まあ今シーズンはね、足軽特化でやってるんですけども、来シーズンはね、足軽と騎馬で行こうかなと思っております。ただね、騎馬もね、もう一つ、なんだろう、ピースが欠けてるんですよね。まあ武田信玄がもちろん欲しいですし、あとね、太夫で合わせたいんで、浅井長政も欲しくなってくるんですよ。いうところもありましてですね、少し、その辺が変わってきたかな。浅井も欲しくなった。吉高も欲しいし。今回のイベントのくじ引き祭りで、結構名称東洋城ゲットできたんで、26回分あります。で、両将東洋城も29回分あります。結構溜まったよなと思って。結構上位の商品当たりましたね。ラッキーって感じです。はい。普段名称投与からやっていきましょうか。あと3回で必ず SSR なんで、まずぼちぼちと、3回でいきましょうか。はい、でいきましょう。おー、あ、まあ、金札でね。金札、金筆。金オーラなかなか見ねえな、最近。さて、誰が来るかな？なんか、柴田。あ、よ、飛ばしちゃった。森吉成。斎藤義達か。憎しみを壁に。こいつ3人目か ?3 枚目だな。いらねえんだよな。まあ、牙で使えるか。そっか。牙の右側で。使えないな。テンプ800の SSR は4枚重なんないと、ちょっとね、レアの星7に勝てない、能力は。なんで、ちょっと右側でもちょっと星2じゃ使えないかな。はい。いや、それでは次10回行ってみましょう。さて、何が出るかな？金札。金筆。なんか、この演出もこれだけだな。お、振ったぞ。2回振ったぞ。おお、3回振った3回振ったよ。おいおいおい、天空ペケ事件が。天空ペケ事件ジャンプしたよ。森吉成。よしよし、いいぞ。ちょっとこれ、すごくね？これ。SR も超いるんだけど。レア以下1人しかいねえ。すげえ、なんだこの大当たりガチャは。やべえ、これ。はい、あ、森田兵も来た。やっぱ森田兵確率が収束してきたね。さあ、一人目誰だ？お、もう、里見義隆。よしよくろし。よしよしよし。よく来てくれた。よく来てくれた。いいね、いいね。ちょっと欲しいのがパンパン来ちゃっちゃうよ。あ、コロク。コロク2枚目。これはレアですよね。はい。こいちゃん。こいだ。あとは？なおね、か月なのな。弓はだ、弓つくは使わないんだよな。ちょっと、森田兵の、森田兵の確率が収束しすぎでしょ、これ。さあ、最後の一人、3人目は？お、初めてまた。あ、山形正影か。これも初めてだな。ちょっと何これ。声に出して欲しいって言えば出てくるの、これ。山形も騎馬隊で使えるわ、来シーズンね。ほうほうほう。ちょっとこれ、ちょっとスクショ撮っちゃおうかなぐらい、良かったですよ。僕にとってはね。山形850だっけ？あ、850だ。よしよし。いいんじゃないでしょうか。じゃあ次10回行きましょう。ちょっといい、いいな。このまま勢いに乗って900来てもいいんだけど、あれ？参ります。これ逆転演出じゃない時もあるのか。ああ、普通のバージョンっすね。まあ、じゃんじゃん、じゃんじゃん行きましょう。この辺は飛ばそうか。森吉成も超来てんな。ああ、もみー。キラ。磯野。堀か。アニサイゾウ。佐久間。のぼもりの原虎種。さあ、次。誰ですか？うん、また初めて。ああ、スエちゃんだ。
スエちゃんか。スエ春方もね、初めてなんですよ。なんか今回初めてのいっぱい来んな。パラ揚げにはいいよね、パラ揚げには。あ、とかそうだ、栄光持ってんだ、このいつ。そう。こんな使えない戦法のくせに栄光持ってんだよね。じゃこの勢いに乗っていきましょうか、上昇。これ一般投与の準備運動をしない方がいいな。6回で SR なんで、1回6回やりましょうか。飛ばしてもいいかな。いや、サブ。よかった、スケマさんね。スケマさんいいね。使ってます。はい。じゃあ次、10回いきましょう。必ず SSR でございます。いやー、俺、筆3回振ったの初めて言いましたね、さっきの。参ります。いいよ、もう一回振っちゃっても。振らねえか。あ、まあ、普通なガチャですね。はい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 。で、ここでSR。あ、サカちゃん使ってる。はい。はい。さあ、誰だ？森田兵だったり。あ、浮田秀、いいですね。秘伝の、秘伝まっしぐらですね。コロク最近コロク出んな。コロクの確率が収束されてきてるな。あと30回か。ちょっと小判がね、4500枚しかないんですよ。まあ、いけなかないけどさ。まあ、いけいくか。はい。さあ、さあ、さあ、ここはまあ、何にも出ないかな。SR 確定だけ。うわ、グロいやつか。で、あと10回、20回か。ここでじゃあ半額使おうか。ちょっと3枚残しとくわ。お札。これもしょっぱいな。参りますやっぱり、了承投与はやっぱしょっぱい。しょっぱいな。はい、動画ではカットされたと思います。それでは最後10回、1800使ってやりましょうか。ここで SSR 確定ですね。はい、行きましょう。あ、やべ、普段の金がない。ああ、シルバーだよ、筆も。これで、ああ、こっちもこれ、しょぼい、しょぼいよね、これ、多分。じゃあ、これはあんま期待できないな。まあ、そんなこと言いながら、上杉謙信こんなにすぐらいできたんですけどね。でも、上杉謙信も、あの時の金筆ではあったか。はい、SR。もう割れたかと。これも秘伝。ん？違う、弓エスか。おお、里見しとこ。なんだ、ちょっと使ってくれと言わんばかりではないか。ただまだ使えぬのだ、お主。まだ使えぬのだ。はい。以上でございます。おお、よかったな、今回も。ちょっと前回に続き、ま、テンプ900は出ていないものの、欲しいと言ってたところがピンポイントできてる。里見したか。ここは出てない。ここも出てない。ちょっとコロックも槍だからな、でも。スケーマー、そこも出てない。スエちゃんね。スエちゃんに、ここだよね。ここわー、ちょっと、これは良かったな。里見、吉高、山形、まさかぎ、八須賀、コロクと。騎馬隊作りてーっていう時に山形が引いてきたのは、良かったですね。で、あともサイズ投与したすか。結構来たな。まあ、ノラは2枚か、この。あと確定は。851枚。まあ、前回853枚出たか。まあ、それから比べるとちょっと見劣りするけど欲しいのが来たからよし。はい、それでは以上でございます。いかがでしたでしょうか。皆さん、LP 読みましょう。僕もね、僕もね、最初の頃バーって読んだんですけど、あそこは見落としてましたね。だって、ごめんなさい。見落としてました。すいません。見落としてましたね。もう一回見直そう。YouTube のね、配信者としてちょっとあるまじきところでしたね。まあ、それで一本動画にしちゃった。本当コメントいただきありがとうございました。はい。それでは今回の動画がちょっとでも面白いなと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたしますと。それではまたね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。